インタビュアーの桃子です。今日はエステ、アパレル、カフェなど様々な店舗を経営されている経営者の中谷さんにカバンの中身を紹介していただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、そのカバン、もうめちゃめちゃ個人的なんですけど、めっちゃ欲しくて。あ、本当ですか。続いてもらえるとそうですね、あんまりブランドものとか最近は興味がなくなったんですけど、はい、カバンぐらいはなんかいいのを持っておこうかなと思って、はい、ちょっと分かりやすいブランドっぽいのにしておきました。分かりやすい、はい、とりあえず個人的にリュックが好きなんで、うん、もうリュック一択やったって感じですね。はい、広い。そうなんです、両手空いてる方がいいんでじゃあ中開けましょうかね。はい、はい、あ、サイドから。はい、サイドから、はい、まずちょっと様になるところで言ったら、一応香水は常備してます。で、この大きさで持ってるんですか？そうなんですよ。大きいですね。はい、小さいの持ち歩きたいなと思うんですけど、はい、なんかもうこれ買ってしまったからこれにしようみたいな。これはどこのブランドですか？こちらエルメスのやつで、なんかあんまり香水っぽいなんか強い匂いというより自然な匂いが好き でそれで気に入って使ってるっていうところですかね。今もつけてます？はい、今はつけてないんですよ。そうなんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、ちょっと嗅いでもいいですか？あ、もちろん、はい。あ、めっちゃいい感じです。あ、本当ですか？いい感じですか？きつくない爽やかな感じで、頭痛くなる感じじゃなくていい感じです。はい、次なんですけど、あ、まだ入ってるんですね。もう全然、はい、いっぱい入ってるんですけど、はい、次はミニメモ帳っていう感じで、はい、なんか気づいたこととかあったらすぐこれにメモって、はい、従業員に伝達したりとか、なんかその時の気づきを忘れないように。はい、意外とアナログなんですか？あ、そうですね。そう、携帯でもいいんですけど、はい、あえて書くっていうのもちょっと意識して、はい、やってたりしますかね。次は、こちらキーケースですかね。はい、何のブランドですか？これは自社ブランドの、はい、キーケースでして、ちょっと熊のキャラクターとかをちょっとデザインしてるんですけど、それがちょっと片押しで入ってるっていう。あ、ほんのり絵みたいな。そうなんですよ。あ、かわいいですね。ハートとか、はい、あ、そうなんです。ちょっとかわいらしいブランドなんですか？まあ、女性人気はあるかなっていうところではありますね。はい、ただ男性の方も結構ご購入いただいててっていう感じで、はい、自社ブランドのキーケース使ってます。次は、名刺入れですね。お、名刺入れも黒。あ、そうですね。黒で統一されてるんですか？そうですね。あ、まあ、小物は色物とかたまに使うんですけど、まあ、基本は黒が多いですかね。はい、刻印とかあんまりやらないタイプですか？あ、刻印はね、これ実は若い頃から使ってるんで、刻印入れてしまったんですけど。入れてしまった、はい、別に今思えばいらんかったなって、はい、思ったりしますね。いや、入れちゃいますよね。はい、なんか言われたらはいって言ってしまって入れたっていうやつなんですよ。はい、あ、でも物持ちいいですね。そうですね。なんかボロボロになったらすぐ、あの、もちろん全然綺麗ですもんね。何年ぐらい使ってはるんですか？そうですね、これでも買ってから10年ぐらいしてるかもしれないですか。めちゃくちゃ綺麗。職業的にあんま使う機会がなかったんで、はい、綺麗なまま保管ができてたっていうところですかね。素晴らしい。はいはい、次は、AirPods ですね。おお、これもなんかちょっと別に可愛いのが好きなおじさんっていうわけではないですけどなんかちょっと一癖あるような、はい、エアポッツケースを使ってます。はい、はい、あとラスト。まだ、はい、もうまだ。これほんまに赤の、はい、これほんまにしょうもないものしか入ってないんですけど、目薬とリップ。おで、うちのオリジナルキャラクターの刺繍のワッペンをちょっと持ち歩いてまして、別に、はい、配ったりもしないんですけど後でいただけますよね。あ、もうぜひぜひ。ありがとうございます。はい、先着5名様にみたいな、はい、一番大きい、はい、メインポケットのところ、はい、まずちょっと軽いものからいくとしたら、ハンドタオル。ハンドじゃないですね。はい、ハンドじゃないですか、これは。結構でかい。あ、大きいですかそうです、これぐらいあった方が拭きやすいかなと思って。はい、もう手を拭くようですよね。あ、そうですね。顔とかじゃなくて。はい、あ、そうですね。顔はまだ外で拭いたことはないです、ね。はい、ですよね。こんな感じで、はい、使ってます。はい、ペンケースを2つ持ち歩いてます。はい、そんなにペンいっぱい持ってるんですか？いや、1つは、印鑑とか、あ、まあ、USB とかが入ってまして。すごい。で、もう一つがペンとか、なんかもう簡単な筆記用具みたいな。ノリも入ってる。そうですね。ノリって意外となんか使いたい時になんか身近になかったりするんで、なんか入れるようにしてますかね。困ったデザインなんですか？
これはあの堀江にある、メガネのセレクトショップのなんかあのメガネ入れなんですね多分。本当はメガネケース。そうなんですよ、メガネケースでなんかあのデザイン気に入ってペンケースに使ってるっていうところです。はい、そういう発想はやっぱりないですよね普通の人は、ね、次が、あ、そうですね、口臭を気にしてあの口臭タブレット、はい、EX って書いてますね、はい、なんかあのめっちゃ効くやつ、はい、舌が白くなったらなんか匂いするとか言うじゃないですか、うん、それを取るようなタブレットです。初めて見ました、はい、何の宣伝してんのか確かにね、はい、これは別に売ってるわけじゃないですよね。うちでは売ってないです、はい、これはもう携帯のモバイルバッテリーです。あー、めっちゃそれは女子嬉しい、はい、充電いつもないんでそうですね、なんか何回も充電できるそうなぐらい大きいですね、はい、まあ、あの女性もそうですし自分を助けるためにこれは持ち歩いてますかね、はい、女子嬉しいとかあるんですねこれ。これは嬉しいです。あ、でもなんかカフェとかでも女性の方はなんか結構充電しがちな感じがしますね。うちコンセントめっちゃあるんで、なんでその貸し出し用 の, あの充電器とかもしっかり常備はしてます、はい、コンセントがあるカフェでいつも調べていくんで。あ、本当ですか。そうなんですよね、そんなのポイントやったんですね。本当にそうです、それでやっぱりなんか普通のカフェってコンセントなかなかないんで、なんかいつも同じとこばっかり行っちゃって。あ、ほんまですか。それめっちゃ勉強になったんで、はい、このメモで後で書いとこうと思います。お願いします、はい、次、財布をじゃあ出しましょうか、はい、財布です、ね、ワニですか。そうですね、ワニ側ですかね、はい、あんまり実はこれもこだわりがなくて、はい、で、あの起業した時になんかあのやっぱりね、あの不安があったので、はいはい、あ、普段気にしないんですけど開運とか気にして緑がいいって書いてて、はい、でそれでなんかオンラインショップなんかオンラインショップ見てたらなんかかっこいいのあるなと思って買ったっていう。珍しいですね、緑って、はい、で次が、お泊まりセットですかね。お泊まりセット、はい、なんか飲みに行った時とかでもうちょっと終電逃してもうちょっと帰るのが、うん、ちょっと辛いなっていう時とかに、うん、まあ、急遽ビジネスホテルとかに泊まるにあたっての、はい、急遽ビジネスホテル、はい、でこれまあ、普通にメガネですね、はい、あ、メガネ、これが本当のメガネケースですか。あ、そうですね、なんか、まあ、こんな感じでトムフォードですか、はい、あ、コンタクトケースもそこにもうちゃんと、はい、入れてはいます。すごい素晴らしいでこれコンタクトね、あ、はい、最近このサイズが売っててめっちゃ、あ、そうなんですよ、ね、これ助かります ね本当に、うん、で、もう歯ブラシですかね、以上です。ちょっとこのメガネをもうちょっと紹介してほしいです、はい、そうですね、メガネで言ったら結構まあメガネが好きで、トム・フォードのメガネは、3、4本持ってるかもしれないですね、はい、なんかもう分かりやすくかっこいいなっていうところで、うん、なんかデザインに惹かれてっていうところです。メガネってなんか差別化するのがなんか形だったりとかレンズの色だったりすると思うんですけど、なんか僕金色とかも好き で、うん、でトムフォードって本当にまさにそこっていう感じで好きで使ってますかね、はい、ちょっとかけてほしいです。本当ですか。多分僕今コンタクトつけて目見えなくなる可能性あるんですけどでもあんまり似合わん可能性が、え、似合いそうですけど、あ、いや、めっちゃ似合ってるし本当ですか。似合いますね。あ、本当ですか。でもそれを寝る前につけるってことですよ、はい、寝る前につけるよってことですよね。あ、そうですね、そんなおしゃれなメガネを寝る前につけるんですそうですね、すごい。最後ほんまに話のネタにもならないんですけど、大きいメモ用紙と、メモ、これもあったじゃないですか。これはなんか打ち合わせとかで、これ本気で書かなあかんな、こっちはちょっとまだ優位けど、そうですね、自分自身のやつで、僕がこれを出してきた時は本気やなと思ってもらえたらいいかなっていうこれを出す時は本気モード、本気モードですね。なるほど、なるほど、以上です、カバンの中身は。じゃあ、はい、例えばちっちゃいカバンを持ち歩くことってあんまりないんですか。あ、たまにあるんですよ、うん、その自分の職場と家を行き来する時はなんかもう、なんていうんですか、ミニバッグというか。ミニバッグ流行ってるじゃないですか、はい、そういう時ってこう必要最低限のものって何を入れることが、はい、財布ともう本当キーケースぐらいですかね、はいはい、あ、そうなんですね、はい、本当は物とか持ち歩く
タイプではないので、うんうん、このカバンっていうのはなんかそのどこかあの行く時用のカバンなので、うん、なんでいろいろ入ってるっていう、そうなんですよ、お泊まりグッズも完璧で、そうなんですよ、はい、はい、なるほどなるほど。なんかこう桃子さんから見てこの奈良さんのカバンの中でいやこれは良かった、これはちょっとセンスいいなみたいなってありました？あ、もうもちろん一番はモバイルバッテリー。間違いないですよね。いやでもね、なんか最初こうカバン見た時にこう全部かっこいいぜみたいな感じのものばっかりなのかなと思ったら、うん、こういうなんかお茶目なエアポーズケースとかも入ってたりして隙がある感じもいいなって思いました。ありがとうございます。このメガネケースを筆箱に使ってる、筆箱って言ったらダメです。全然筆箱で、ペンケース、はい、ちょっと本気な時はこうメモ帳を大きいの出すとか、はい、なんかそういうメリハリのある感じが素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。棒読みになっちゃうんですけど本当に思ってます、はい、あ本当ですか、はい、ありがとうございます。モバイルバッテリーは伝わりました。モバイルバッテリーはマジでいい、はいはい、必須ですね、必須ですね、はい、男性の皆さん、はい、必須ということで、はい。